フィルムフィルムは一般に合成樹脂などの高分子成分などを薄い膜状に成形したものを指す。違いは型だけ薄い膜状のものを指す用語としてフィルムの他にシート、膜、箔などがある。これらの区分は明確には定義されておらず汎用的に使い分けられている。現実には発明者や製造者、または使用者が便宜的に名付けた故障がそのまま広まる。 ケースが多い。熱化素性樹脂をフィルム化する一般的な方法。合成樹脂の射出成形法と同じくシリンダー内で加熱しスクリューで加圧した溶融状態の樹脂を押し出し金型の都出口から押し出し冷却工程を経て成形する。金型の形状や冷却方法などにより再分類される。インフレーション法インフレーション法の概略 T 大法。 t 台法の外略材料を溶媒に溶融させ、流動性を持たせた溶液を表面を平滑にしたドラムやステンレス製の平滑ベルト状に流し込んで付着させ、これを加熱する工程に通して溶媒を蒸発させ、フィルムを成形する。フィルムに物理的な圧力を加えないため高分子の配坑が起こらず、強度や光学特性などに方向性が生じない。厚み精度が 極めて高い。溶融押し出し成形法に比べ樹脂にかける熱量が低く、熱安定剤などの添加量を低減できる。また、溶液を露化する工程を設置できるため樹脂の塊が発生せず、傷もつきにくいため透明性の高いフィルムを成形できる。しかしながら脱溶媒が必要なため特に厚いフィルムの生産性には劣り、また溶剤回収工程などが必要なため設備が 大きくなってしまう傾向にある。カレンダー法の概略主に塩化ビニル樹脂をフィルム化する際に用いられる手法。複数のローラーを使い、あらかじめ溶融状態に加熱した熱化素性樹脂を挟んでフィルム状に圧延し成形する。通常は4から5本のローラーを L 型や Z 型など様々に設置し、加熱した最初の2本挟み込みながら圧延する。 途中何本かのローラーを排して、さらなる加熱、または冷却を行い、最後に冷却されたローラーの表面を沿わせて、成形を終え巻き取られる。角、カレンダーロールの小道や温度、回転数などを調整することによって、フィルムの厚さ精度を高めたり物性に特色を持たせたりするなどの工夫が施されている。生産設備は大型化するが、製造能力は極めて高い。 ただし、加工技術は複雑かつ熟練を要求され、条件設定が難しく精度の調整は難しい。合成樹脂のある程度の加熱をしながら、一定方向に引き揃えると分子が変形方向に並び強度が増す性質を利用して、フィルムを一軸方向、または二軸方向に引っ張る加工。さらに、耐薬品性や透明性の向上も図れる。 ポリエステル、ポリプロピレ、ナイロンなどで特にその性質が顕著に現れる。この延伸加工を施すフィルムは、引き伸ばし後に薄くなることを計算して一時製造時に厚く成形する。延伸する際にかけた温度を超える熱量がかかると、延伸フィルムは収縮する。この特性を利用し、緩やかに巻き付けたフィルムに熱を加えて縮ませ、梱包物を固定させるものは、シュリンクフィルムと呼ばれる。 一方、高熱化で延伸したものは、熱寸法安定性に優れる性質を帯びる。これを熱固定という。近年、求められる機能が高度化するに伴い、フィルムは複数の層を重ねた形状に加工される場合が多くなっている。それらを接合、積層させる方法は、多様にあり、素材それぞれの溶融温度や、愛用性、または厚みの構成や、 製造費用など、様々な要素が考慮されつつ選択される。溶融押し出し成形法において、複数の素材を一度に押し出して重ねる手法。基本的に、積層させる材料の種類と同じ数の押し出し器を使用する。異なる素材同士を合わせる位置関係によって、その製造法はさらに区分される。2種類以上のフィルムを重ね合わせる手法は、前出の友押し出し法の他に、 ラミネート法がある。フィルムに熱をかけて貼り合わせる手法。原理は同じだが、フィルム全面を均一に接合させる、ラミネートの一手段とする場合と、部分的に接着させる二次加工として活用する、場合とがある。材料である、合成樹脂の性質によって作業性が大きく左右され、高流点すなわち耐熱性が高い樹脂はかける、熱量が高くなってしまう。同様に、 希少性樹脂は軟化する温度、イコールガラス点移転における流動性が低いため、同様に高温での溶融が求められる。ヒートシールには、外側から熱を加えて接合する外部加熱法と、エネルギー波を照射して接合する内部発熱法とがある。極性の小さなポリエチレンやポリプロピレンなどは、コーティングやラミネート、または印刷などの接着力が弱い。そのため、 フィルム表面を回出して、これらの欠点を改良する。手法は、物理的な処理と化学的な処理がある。フィルムに特定の機能を持つ層を付着させる手法。液体に溶液、または分散する材料をコーティングする手法。フィルムの上に液状の材料を塗布し、蒸発、硬化させて、皮膜を形成する。ほぼ竜のべ成形法と同様の手法である。 目的に応じたコーティングを行うためには、溶液の種類や粘度の調整及び、塗布量のコントロールと、幾種もあるコーティング技法からの適切な選択が求められる。主に金属類を膜上に付着させる手法。合成樹脂の原料そのものに、特定の機能を持つ添加材料を混ぜ込み、フィルムを製造することで機能を付加する手法。着色材料を混ぜ込み、 カラーフィルムを製造する際によく用いられる。着色剤の他にも安定剤、紫外線吸収剤、導電材料などを配合する例があり、焼却時の発生熱量を抑える目的で炭酸カルシウムをフィルムに混入させる手法もコンパウンドによって行われている。ただし、 一般に合成樹脂はマスターをコンパウンドすることで脆くなる。また、添加物が時間経過とともにフィルム表面に凝集するブリードアウト現象などの問題もあり、コンパウンドを行うにあたって使用するマスターの種類選定や配合処方の設計には十分な検討が求められる。文字通りいろいろなものを包むためのフィルムを包括して定義する。 ゴミ袋に代表されるようにあらかじめ袋状に成形されたものが多いが、食品用ラップフィルムや梱包用フィルムなど、ロール状のまま提供されるものも含まれる。冷凍食品やレトルトの多様化など、食品包装分野などを中心に使用されるフィルムには、複数の機能が同時に求められるケースが普通となり、それらに対応するために多層化されたものがほとんどとなっている。 以下、放送材料の用途と、多層構造のタイピレーを表にまとめる。中エール、アルミラミネート、VM、アルミ定着映像記録用メディアとして、静止画像を撮影し記録するためのフィルムの総称。開発当初はニトロセルロースを機材として製造されて、いたが、対面性向上のために、酢サ酸サセルロースの一種である、トリアセチルセルロースに切り替わった。デジタルカメラの普及により、 生産量は激減しているが、医療用レントゲンなどの分野では依然として手堅い需要がある。原理的には、非常に長い写真フィルムに長方形の駒型の画像を連続的に撮影し、最終的にポジ画像フィルムとしたものを断続的な光を投影する映写機の前に巻き出す。ことで映画のスクリーン上に動画を映写するまでの一連の過程で使用されるフィルムの総称。 映画用フィルムの構造は基本的に写真フィルムと同じくニトロセルロースベースから対面性向上のためにジアセチルセルロースを経て TAC をベースとした安全フィルムに切り替わった。これらは総称してアセテートベースと呼称されている。また PET を原料とした映画用フィルムは強度に勝り白層化が可能となる。しかし映画用フィルムも 写真フィルムと同様に VTR 化及びデジタル化が進み、その需要量は減少している。光線を透過、または反射吸収し、様々な効果を与えることを目的としたフィルムを、光学フィルムと分類する。その使用目的から、厚みなど光学特性に影響を与えうる、寸法精度や異物の混入排除などに対する要求スペックが高く、クリーンルームなど、 製造環境や方法及び検査機器、手法などについて高い精度が求められている。フィルムの用途として近年急速に拡大している。市場に LCD や PDP などフラットディスプレイパネルの構成材料の分野がある。画面の大型化や表示画像への要求が高まるにつれ、光学特性を有しかつ軽量なフィルムが数多く採用されている。 FDP の急速な普及に伴い、高額フィルムには様々な技術的命題が課せられている。LCD 用を例に挙げると、主なものに広幅化とコストダウンがある。FDP 用フィルムは、基本的に画面サイズよりも小さなフィルムを繋いで使用することができない。従来は32から37インチが主流だった LCD は大型化の流れが進んでおり、 今後は40インチ以上のものが中心になると言われている。フィルム減半から切り出す際の効率を理由に、これら大画面化に対応すべく従来の 1500mm 幅から 2000mm 幅以上のフィルムを量産する技術確立への取り組みがなされている。一方、トータルコストを抑えるべく、複数の機能を一枚のフィルムに統合する開発も行われている。実例として、 変更層保護フィルムと位層差フィルムを一層化したフィルムなどが上司されているアリアンツアレイな画面保護シートも参照機能性フィルムの意味及び分類は非常に広範囲に及び何をもって機能性フィルムと称するかにおいてさえあやふやであるこれは白層材料が担う役割が多岐に及びそのような要求に対応すべく多方面からもたらされた技術が集結して それぞれの成果を結びつけつつある段階にあり、産業界において用語としての意味付けが揺らいでいるためである。事実、上記にて光学フィルムとしたいくつかのものを機能性フィルムとする分類もある。以下は現時点で発表された開発技術を追ったものに過ぎず、これらの内容は日々進展し、場合によってはその分類を 根底から覆す発明があり得ることをあらかじめ示唆しておかざるを得ない。ありがとうございます。